疲れた心と体にひとときの栄養補給、声の森林浴。お相手はナレーターの林恒弘です。森林浴と聞いてイメージされるもの、それは木々の緑、美味しい空気、鳥の鳴き声、木漏れ日の光など、さまざまありますよね。これら大自然からの贈り物に触れていると、不思議と、 心も体もリフレッシュされてきますそして声の響きで同じような効果を期待できないかと考えたのがこの番組とにかくリラックスしてこの声の響きを感じ取ってください今回はこちらの詩をお届けします作立原道蔵夢見たものは 夢見たものは一つの幸福願ったものは一つの愛山並みのあちらにも静かな村がある明るい日曜日の青い空がある日傘をさした田舎の娘らが 着飾って歌を歌ってて歌歌をいる「大きな丸い輪を描いて田舎の娘らが踊りを踊っている」「告げて歌っているのは青い翼の一羽の小鳥」「低い枝で歌っている」 夢見たものは一つの愛願ったものは一つの幸福それらはすべてここにあるとまた次回お会いいたしましょうお相手はナレーターの林恒弘でした今日も良い一日をさようなら